やば。ハローラー、こんにちは。パーカーショーの高文です。今回はですね、サムネアタイトルにある通りなんですけども、こちらの激ヤバの激渋のコンガヘッドを手に入れましたので、こちらについての紹介と、実際にね、僕が使っている LP パラディウムコンガに貼ってみたいと思います。で、今回のこのヘッドはアメリカはジョージア州にありますマニートパーカッションというメーカークラフトにオーダーして作ってもらったものなんですけれども、マニートパーカッションね、ご存知ない方ぜひ概要欄にリンク貼っておきますので、ホームページとかインスタグラム、フェイスブックなど見てみてください。めちゃくちゃね、かっこいいというか美しいコンガとかボンゴを作られているメーカーで、あと革、ヘッドの扱いが非常に豊富で、いろんな種類の革だったりね、厚さの良質な革を扱っているので、アメリカにいるこの本革派のパーカッショニストたちはね、結構このマニート革を使ってるんですね。で、それで僕もずっと気になってて、今回初めて、導入したという形になります。はい、普通にね、日本からもネットで注文でオーダーできますので、興味ある方ぜひ、注文してみてください。はい、じゃあ参考までですね、今回僕がオーダーしたヘッド、こちらになります。中東のステアヘッドっていうのをオーダーしました。はい、ステアってね、聞いたことありますでしょうか。まあ、要するに牛さんの、牛の皮なんですけれども、牛の皮っつっても、この硬さ、厚さとかね、皮の状態によって呼び方がいろいろ変わるらしいんですね。人間でいうと男性ホルモンにあたるテストステロンの値によって、結構その皮の状態っていうのが変わるらしいんですよ。面白いですね。はい。で、そこでこのステアヘッドっていうのは、まあ、去勢された牛さんの、皮なので、若干のその柔らかさ、しなやかさがあるというところで、そのマニートパーカッションがね、おすすめのヘッドだったんですね。LP のこのデフォルトのローハイドっていうのは、叩いたことある方分かると思うんですけども、ちょっと薄いんですよね。多分1ミリ台、1.2 ミリから 1.、厚くて 1.5 ミリとか、それくらいだと思うんですけれども、今回はね、なんと2ミリ台、そしてトゥンバに至ってはね、もう2倍の厚さ、激厚っていうか 2.5 ミリから3ミリっていうのを出してみました。はい。まあ実際触ってみるとね、熱っていうか、重っていう感じなんですね。ちょっとこれ聞こえるかな。はい、皮の状態としてはこんな感じです。で、実際こんなね、極厚のヘッド僕は鳴らせんのかっていう、そういう問題っていうか不安もあるんですけれども、今までのね、この LP のヘッドだとちょっとね、薄いかなっていうかね、音が軽くなっちゃうなっていうところがありましたので、思い切ってね、熱いの手に入れました。はい、まあ、叩いた感想レビューなんかもしていきたいと思いますので、まずはね、このヘッドをこれからコンガに貼っていきたいと思います。ちょっと湿らせてるんで、まだ十分、ならないんですけども、もうちょっと触っただけでね、あ、ぶっといなっつうかね、音太いなっていうのが感じ取れます。はい、こちらのコンガ、トゥンバも同様でございますね。で、これ今すぐ叩きたいところなんですけれども、一回濡らしてしまったんでね、ここからなんか2日間置きます。2日乾燥させて、よりこのボディにねフィットさせる形にして、微調整してようやく叩けるということになりますので、また2日後、叩いていきたいと思います。はい、というわけで2日経ちましたけれども、いい感じにね、乾いてきてます。はい、最終微調整してちょっと鳴らしてみましょう。
はい、いかがでしょうか。これね、この動画を通してっていうか、このマイクを通してどういう風に聞こえたかなっていうのは非常に気になるところなんですけども、これ僕は叩いてみた感想としてはね、めちゃくちゃ音太くなったなっていうところです。まあ、それはね、この革を通常のね、デフォルトの LP の革より約2倍の厚さのものを使いましたので、まあ、それはずぶとくなるよっていう、話なんですけども、その分ね、やっぱりしっかりと叩き込まないとっていうか、エネルギーを送らないとなりきってくれないなっていう印象があります。はい、まあ、これもっと馴染んだらまた変わってくるとは思うんですけれども、まあ、今のところね、すごい希望通り、通常のデフォルトの革だとちょっとなりすぎちゃうなっていうかね、暴れすぎちゃうなと思うところがありましたので、まあ、厚くすることによってよりその太い音だったり、まあ、高い暴れるね、バイオ成分が、まあ、収まった形になったと思うんだけれども、よりぬくもりのあるというか、中低域がどっしりとした感じの、今回のサウンドが得られたのではないかなと思います。はい、なのでこれ僕としてはね、すごい希望通りでございます。なので、これからもしね、今回のヘッド交換しようかなと思っている方は、まあ、通常のね LP の革、マイネルの革とか、あるいはプラヘッド、ニュースキンとかね、そういう革でちょっとね音が薄っぺらいなとか、あるいは高いバイオの成分が暴れすぎちゃうなというかね、コンガってもっと低い音の成分、中域だったり低域の太い成分がしっかり、抜けてほしいなみたいに思ってる方は、こういうちょっと厚めの、革を使うといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討してみてください。はい、こんな感じでパーカッション情報大変マニアックに発信しております。面白かったよ、参考になったよという方はぜひ高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、登録していただけると嬉しいです。また毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。高文でした。バイバイ。